まず一つは取られ方の部分もありますけど、後ろはリスク管理をもっと徹底してやらなきゃいけないと思いますし、まあ、ずっと前々から言われているゴール前での球際の強さというのが今日は全然出せなくて できてなかったですし、海外の相手にこのタイミングで打ってくるんだっていうのはアメリカの試合で結構学んだ部分でもあったので、そういうところで失点してしまったのはすごいもったいないなと思います。継続して呼んでもらえているのはすごい嬉しいことですけど、それと同時に前と同じようなプレーをしていては成長を見られないと思いますし、毎回呼ばれるたびに成長してプレーを見せないといけないと思いますし、ゴール前でどこが危険かっていうのをいち早く判断してポジショニングで取ることだったり、球際の強さとか全てにおいてレベルアップしていかないといけないなって今日の試合で感じました。